高千保町。高千保町は、宮崎県の北端部にある町で、西臼杵郡に属している。宮崎県の北端部、九州山地の中に位置しており、町域の西北部から北部にかけては、熊本県に接し、北部から北東部にかけては祖母山、標高1756メートルを挟んで、大分県と接する。 町域西部から南東部に向かって五ヶ瀬川、五ヶ瀬川全長1 0 6トルが流れる。町の中央部にある宮崎交通高千保営業所の周辺地域が町の中心部となっている。町中心部からやや南側の高千保橋、高千保橋、正式には五ヶ瀬川渓谷は観光地として有名。位置は県庁所在地である宮崎市から北西へ。 約 120km、熊本市から南東へ、約 80km の場所にあたる。県と宮崎市へは直通する交通機関はないが、高速道路も整備されつつあり、以前は片道3時間以上もかかったが、現在は2時間ほどである。熊本市へは、阿蘇方面へ抜ける国道218号、国道325号が整備され通行が容易で、 所要時間も約1時間半程度で到達できるため、熊本県との関係も深くなりつつある。ただ、これは今に始まったことではなく、阿蘇山陸との方が交通の便が良かったのは、古代からであった。すなわち、馬で、五ヶ瀬長安丘から、阿蘇外林山南の熊本県大和町との馬、三原の峠に抜ける218号級街道で、かつて存在していた高千穂鉄道。 日の影線ができるまでの幹線だった。自動車で325号方面に向かうルートは、熊本との境の山岳部をダイレクトに横断する必要があるため、通行が容易ではなかったし、日の影町から高千穂町を抜けて、阿蘇の外輪山東南を下る高森町の峠に至る道は、今でもヘアピンカーブが多く、台風による土砂崩れが2006年に起きている。 空港も熊本空港を利用が一般化しているだけでなく、熊本市の繁華街や郊外ショッピングモールに買い物に向かう町民も増加。また、高千穂町など二州スキ軍が地盤の宮崎県北部信用組合も県境の壁、越えて熊本県信用組合への合併統合を選んだ。テレビ放送も隣の五ヶ瀬町とは異なり、町内北部の一部地域でしか熊本の放送局の 受信はできなかったが、2011年4月より、高千穂町でケーブルテレビ事業が開始されることになり、ケーブルメディア YY からの協力を得ることで、熊本県民テレビと熊本朝日放送の再送信が実現することになった日陰町も同様。観光面においても熊本県との一体化が進んでおり、町内にある高千穂協国は、熊本市内や阿蘇など、熊本県の観光地と、 セットで収入されるケースが多い。また、高千保町は、高千穂無人発祥の地である。高千穂無人は、高千保相護銀行に転換し、宮崎市に本拠を置いた。しかし経営悪化のため、高千保相護銀行は1984年に、当時の西日本相合銀行、本所在地福岡市に吸収され、西日本銀行、現、西日本シティ銀行となった。 これが唯一の相互銀行から地方銀行へ転換したケースである。しかしながら、今日においては高千穂無人の名残は宮崎県側にはほとんど残っていない。地籍調査の進捗率は85%。平成21年度末時点。高千穂町の地形は、まず高千穂強国をなす五ヶ瀬川が北西の大分県境の祖母山から東南に向かって、 流れており、延岡に至る谷を成していて、ほぼこの谷に沿って、国道325号が走って、阿蘇外林山に向かっている。これと交差する形で北東の宮崎県と、大分県との境の山脈の切れ目、お平井津方面から天岩戸神社付近を通り、岩戸川が流れて、岩戸街道が走る谷間を成し、町の中心部の高千穂峡谷国の下流に注ぎ込んでいる。 峡谷の上流よりの国見が、岡付近、高千穂神社の近くに、西南の五ヶ瀬町からもう一つの川、後鳥川が流れ込んでおり、国道二百十八号が川沿いに通っていて、五ヶ瀬町から西に進むと、熊本県上間式郡山都町の馬あ原地区に至る。このため、全体的に眺めると、岩戸川と後鳥川がなしている二つの東北から、西南に向けての狭い谷間が、 五ヶ瀬川の作る西北から、東南の大きな有字国に十文字にクロスして、そのクロス部分の盆地、縄文時代までの阿蘇山の噴火により、溶岩が流れて入って、部位地国を埋めできたの中に五ヶ瀬川が深く侵食して、切れ込んだ峡谷があるという地形で、周りは、標高千メートル級の山々に取り囲まれている。衆議院小選挙区選挙では、宮崎二区、延岡、日向、 サイト、小湯郡、西臼杵郡、東臼杵郡に属する。近年選出の議員は、以下の通り。本町と日の影町、五ヶ瀬町で選挙区をなす。定数は一人。近年選出の議員は、以下の通り。日本神話においては、ニニギの天孫降臨の地とされている。またアマテラスがこもったとされる、天岩戸が、町内にある、もっとも、他地域にも、 天岩戸と,とされる岩は存在しており、必ずしもその岩が天岩戸と,と特定されているわけではない。なお古代においては、この薄木郡の高千穂町一帯を上、高千穂と呼び、外輪山を含む阿蘇山すべてを下高千穂と呼び、千穂は千穂と呼ばれていたことが、阿蘇神社縁起やうさ八万沢千州などの古文書、あるいは平安時代に書かれた和名書で確認できる。 中世の九州では、阿蘇神社と結んでいた菊池氏が、日後の守護大名で、その分家の開始が、高千穂一帯の二条山から、倉岡にかけての五ヶ瀬方面の山岳部の国人となっていた。このため中世の高千穂町は、むしろ、阿蘇山と連動した歴史を歩んでいた。菊池氏のうち、一時海の国に行き、足利高氏の時代に、九州に帰った国人、 菊池重村、海野重村に始まる開始は、菊池氏が内紛を起こした南北朝時代に高千穂神社の神官御体市の脚分となり、阿蘇市の重心として、日後に進出した。このため16世紀の海親船から海高市雲の時代、この地域の人々は、海野島と呼ばれ、戦国大名阿蘇市の家臣団として、文後の大友氏と結び、薩摩の島津氏と、ひな銃を用いた、 全面戦争をして、九州における、真田正幸のような立場になっていた。この大友氏大使まず氏の構図は、大友総林泣き後、秀吉の介入で終わった。高千穂一帯は、徳川幕藩体制の下で、延岡藩の一部となった。1692年に、三浦氏が藩主となって、以後は、牧野氏を経て、内藤氏が延岡藩主となったが、 これらは徳川幕府の審判だったので、以後、この地方の豪氏は、延岡藩主のもとで、戦国時代以来の宿敵島津市のお付け役になっていった。1920年から町北部のトロク地区で流費鉄鋼が採掘され、町の経済を支えたが、1962年に閉山している。この鉱山から足山が流出し、鉱毒事件を引き起こした。 1970年に国道325号線ができて以後、阿蘇の山並ハイウェイに至る観光ルートに組み込まれている。現在の主要産業は農業及び観光業である。しばしば間違われるが、高千穂大学は高千穂町ではなく東京都にある。ただし由来は宮崎県の高千穂にちなむ。2008年12月まで。 高千穂鉄道高千穂線の手に岩戸駅と高千穂駅が存在した。一般国道の国道218号が町の中心部を通っており、西の五ヶ瀬町、熊本県山和町、東の日の影町、延岡市等を相互に結ぶ幹線道路となっている。また、中心部の総合公園前交差点より、国道325号が分岐しており、こちらは、 麻生山南部の熊本県高森町、南麻生村等を結ぶほか、麻生大橋や国道57号を経由して、政令指定都市である、熊本市中心部向かうことが可能である。なお、麻生大橋は2016年に発生した、熊本地震によって崩落したため現在は、普通区間となっているが、2020年を目途に、コンクリート橋として復旧される予定である。 麻生大橋復旧の記事も参照。高速道路については、九州中央自動車道に並行する一般国道自動車専用道路として、五ヶ瀬町方面へ、五ヶ瀬高千穂道路、日の影町方面へは、高千穂日の影道路が建設中である。ただし、その先の延岡市や熊本市へ至るまでの区間には、未事業化区間が含まれており、全線共用への見通しは立っていない。 2018年4月現在、最寄りインターは、九州自動車道三船インターチェンジ、東九州自動車道延岡インターチェンジ等となっている。町内では全区間未供用となっている。日本神話を骨子とした観光展開を行っており、宮崎県全体に広がる、ひむか神話街道の中心を担っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。